どうも、こんにちは、弁当です。今回、物理次元解析についてやっていきたいと思います。あの、この、パワーポイントのパソコンの画面を映した後に、諸画カメラで撮った映像を流しますので、それで理解してください。はい、次元とはということで、単位みたいなものだと思えとかなり適当な説明なんですけど、こう捉えましょう。え、質量、キログラム。こっちが単位ですね。これ単位なんですけども、これに対して次元っていうふうなものを考えます。 でなかなか分かりにくいと思うんですけれども、なんとなく捉えていってください。で、長さメートルっていうふうな単位に対して、L というふうな次元を、え、時間 S 秒ですね、セカンドに対して、え、T というふうな次元を考えます。だから、単位と、まあ、ほぼ意味としては一緒なんだけれども、掛け算とか割り算をやりやすくしたものが次元です。なので、完全に単位とほぼ一緒だと思っておいていただいて。だから、加速度の次元はっていうふうに言われたら、じゃあまず加速度の単位考えるんですね。 単位を考えてやって、その後に次元はっていう風に言われたら、えー、メートル、これが L ですね。で、時間 S が T なので置き換えてやればいいんですよということで。単位と見比べながら次元を考えるということですね。いいでしょうか。で、まだな何かつかめないかもしれないですが。まあ、次の話に行きます。次元解析の欠点なんですが、単位しか見てません。なので、係数がわからないってことね。例えばこんな式があると思うんですけれども、左辺の次元もですね、こうらしい。 右辺の次元もこうで、あの、成り立ってるんですよ。成り立ってるんだけれども、この二分の一っていうところまでは予想がつきませんよね。だからここが欠点です。ただ逆に言うと、次元解析によって係数以外の部分分かりますよ、ということですね。まあ、係数分かんないんだっていうことは理解しておいてください。じゃあ次元解析問題のコツなんですが、質量 M、長さ L、時間 T で全てを考える。例えば力とかですね。 えー、n, ニュートンが出てきた場合には、この運動方程式の統合を使いまして、えー、考えればいいですね。だから、これが、質量。で、この a っていう風なのが、メートル、毎秒、毎秒なので、これ次元に直しますと、こうですね。なんで、これかけることの、えー、これなので、ml、毎秒、毎秒みたいな感じになりますね。これが力です。力の次元。で、 圧力っていう風なのは、これ割る S ですから、えー、っと、じゃあ S っていう風なのがメートル事情ですね。平方メートル。じゃあこれを次元に直しますと L 事情ですね。で、とにかくですね、単位と次元っていうのはほぼ一緒です。で、えー、っと、MLT 事情。これが力でしたね。えー、これを面積で割ってやればいい。面積で割ってやればいい。なんで L 事情分の1ですね。 でそうしてやると、ここで約分状態が起きて、LT 事情分の M。まあ、あの、それっぽく書くと、スラッシュっていう表現をしておけばいいですね。なんで、これが圧力の次元となるわけですね。はい。で、捉えていくということになります。これが、ま、次元解析問題のコツということになりますね。じゃあ、えー、実際の問題を解いてみます。で、1番からいくと、エネルギーっていう,うのは仕事によって貯められたものですよ。だから、仕事は、 力かける距離だよね。もう一回言うよ。力かける距離。ということは、ニュートンかけるメートルっていうことなんで、力かける距離っていうことだけなんとかわ、えー、かるよね。あの、MA イコール F を使ってください。そうすると M っていう風なのがキログラム。で、A っていう風なのが、えー、っと、メートルパーセカンド事情ですね。なんで、これ、これ単位だよね。これ次元で表すと、えー、質量が m か。で、長さが l ちょここら辺ややこしいんですけど t の事乗ですね。っていうことでこう表されます。イコールすることの m, l, t 事乗とこうなりますね。いいかな。で、これかけることの、えっ、ー、と、そうですね。距離だよね。エネルギーだから。なんで、今これが力です。なんで力かける距離なんで、次元は ml t 事情かけることの距離がレンクス l だから l が2個くっつきますね。なんでこの、まあ、大学校は正直だからあんまり意味をなしてないっていうかそういうところは言えますよね。はい。これがエネルギーです。で、運動量は、うーんーとねあの m かける v ですね。質量と速度の積で表した方がいいですね。なんで運動量は mv っていうのは僕たち知ってますからこれを使えばいいと。 で、m っていうのは、質量ですね。なんで、質量をかけることの速度が、えっ、ー、と、普通ならばメートルパーセカンドっていうことで、距離割る秒ですね。なんで、距離割る秒をすればいい。っていうことで、単位と見比べながら次元がどうなってるかっていうのを見てればいいね。で、ml 割る t と。これが運動量の次元なわけです。いいかな。ついてこれてますかね。 はい。えっ、ー、と、ここで、僕なりのやり方でいいでしょうかね。エネルギーっていう風なものを書いてみるんですよ。これは、だいたいエネルギーの式源をってこと書いてあるんで、これ左辺だよね。左辺に来る。で、えー、この下にですね、あのー、次元書いておいてください。で、そうすると、イコールすることの、右辺でできるだけ近い形を作ります。で、その近い形を作るためには、これを自乗すればいいよね。だから、運動量、えー、P っていう風なの、これ MV ですね。 mv を次乗しておくんですよ。そうすると m 次乗を l 乗を分の分のじゃない割るの t 次乗となりますよ、ね。でそうしたらこれ割って m で割ってやればいいねつまり何で割ったれが質量です。質量で割ってやればいいなんで p 次乗割る m とこ割らされるわけですね。まあただ係数があの未定なのでまあ本当はまあ1なんですけれども ま、この文章しか与えられてませんから、係数 A と書いておくのがいいのかな、ということではあります。いいかな。まあ、A、本当は1ですけどね。はい。ということになります。いいでしょうか。で、えっ、ー、と、2番、3番も同じように解いていけばいいわけですね。ということで、期待中の音速。これなんかがですね、結局次元解析で解いていかないとなかなか難しいとこなんですよね。 えっと、じゃあ行きましょうか。でさっきも言ったように、えー、っと、時間と長さと質量の次元は最初に作っておいた方がいいと。で、そうすると2番ですね。2番の問題は、え音速 C っていう風なのがですね、あの、わかります。で、これはもうメートルパーセカンドですね。で、圧力っていう風に言われてるんですけど、力割る面積。 ですよね。でも、えー、っと、これが、だから圧力だよね。いいかな。で、じゃあ密度がどうなるかっていうと、キログラム割る、えー、これ、ね、単位体積あたりの質量これが密度ですね。で、そうしてやると、そうだな。 このキログラムがメートル、メートルじゃない、M と。で、これが L3 乗か。難しいな。えっ、ー、と、そうですね。じゃあ、この音速に合わせましょうか。音速に合わせるために、どうすればいいかな。えっ、ー、と、ルートとかもね、使えるんで、C イコールで L 割る T だよね。えっ、ー、と、どうしてもこの M は絶対消したいよね。で、L を上に持ってきたいから、 そうね、密度を逆数とってやりましょうかだからロー分の1が L3 乗割る M ですねでかけることのえー、っとこれは普通に圧力ですね圧力で圧力は M の Lt2 乗となりますからここでなんかうまいこと消えてくれますねで L も2乗になりますねなんでここまでの単位があここまでの次元が t2 乗あ見えてない t2 乗 分の L 事情ということになりますね。いいかな。ここはね。なんで、これさ、ロー分の P っていう風なので、ルートを取ってやれば、えー、これが、ルートを取ってやれば、いいよね。で、係数わかんないから、とりあえずなんかさっき A 使っちゃったから B 取れも戻こうかと。係数わかんないんだね。こういうのは次元解析って言うんですね。 で、それから3番いきましょうか。で、コツとしては、えー、さっきも言ったように、時間と長さと質量を見てやるんでした。えー、と、タンフリコの周期 t を、t、えー、周期なんでね、これは時間ですね。ただ単に。周期とは時間ですよ。ちょ、バカみたいなこと書いてんな。周期とは時間であるということで t ですね。これの、えー、次元が。 で、重りの質量と糸の長さと重力加速度が一番難しいですね。でも重力加速度なんで、えー、メートル毎秒毎秒ですね。なんでこれを次元に直すと長さ、時間事情ということになります。はい。じゃあそうすると、えーっと、どうしたらいいかな。とりあえずこの t が欲しいね。t が欲しい。から、t イコール。まあ、これ次元ね。じ次元も、えー、この表記も一緒になっちゃってるんですけれども。 この t が欲しいので、重力加速度をとりあえず分数にしておきましょうか。そうすると t 自乗る l となりますね。じゃあ l が邪魔ですね。l が邪魔。じゃあ l が邪魔なんで、この糸の長さ、l を見てやろうか。l か。で、length か。これ関係ねえな。関係ねえな。で、これルートを取ってやれば、ここでピッピッって消えて t が残るんで、 こうですね。なんで、こうか。えっ、ー、と、G 分の L ですね。で、えー、っと、まあ、係数分かんないんで C としておきましょう。はい。だから、次元解析っていう風なので、えー、係数以外の部分が分かりますよってことですね。だから、今回のポイント。とにかく、次元解析問題の問題ばっかりやるのが、次元解析問題の 問題に対する対策っていうことではなくて、あの、すべての問題において、えーこの物資、この物理量が何を表しているのか、この物理量の単位は何なのかっていうことを、えー、常に理解することっていうふうなのが次元解析問題が解けるようになる、えー、ポイントだと思うんですね。はい。ということでここまでにしましょう。ありがとうございました。